領有権めぐり、ドゥテルテ氏が習氏と密約。南シナ海で中国の攻撃行動が激化する理由。フィリピンのドゥテルテ元大統領は在任中、中国の習近平国家主席と南シナ海での現状を維持するとした密約を結んだとされ、専門家らはここ数ヶ月で激化する中国によるフィリピン船舶に対する一連の攻撃行動が約束が破られたことへの反発である可能性を示唆した。ドゥテルテ大統領当時の報道官を数年間務めたハリー・ロケ氏は先日、米政治専門メディアポリティコとのインタビューで中国がフィリピンの船舶に対し放水砲による攻撃を仕掛けた理由について見解を述べた。同氏は中国政府は2022年6月に新大統領に就任したマルコス氏がドゥテルテ氏と習氏が交わした紳士協定を維持すると考えていたが、それが判子にされたためだとの考えを示した。ロケ氏はまた、協定は口頭で交わされ、拘束力のないものだったとし、南シナ海南沙諸島で、領有権をめぐる係争地域内において、フィリピンがいかなる施設の建設、または既存施設の修復をしないことを意味したと説明。ただ、フィリピンは1999年、南沙諸島のセカンド・トーマス礁に意図的に座礁させて海上拠点にした退役艦に兵員を駐留させているが、彼らへの定期的な食料と水の補給は人道目的のため例外としていた。この座礁船をフィリピンは中国の侵略行為に対する前哨拠点として実効支配を続けている。また、セカンド・トーマス礁近くのミスチーフ礁で1998年から翌年にかけて中国が進めてきた鉄筋コンクリート製の軍事施設の建設停止も含まれていたという。協定についてロケ氏はこれは密約ではない。当時のアラン・クイーター・カエタの外相が公表したと強調。座礁船の修理や回収をしない限り、中国との間で、アユン銀賞は問題ないとしていたと釈明した。だが、中国政府は、マルコス新政権が、前任者の習氏との協定を踏襲せず、座礁船への補給に、回収用の建設資材を搬入していると見ていると、ロケ氏は指摘。その上で、回収を進めて、中国側の怒りを買うより、座礁船を老朽化した状態のまま放置するべきだと主張した。トランプ、ウクライナの次は台湾だ。再登板で米国は台湾を見捨てるのか。トランプはインタビューでは台湾を守る意思を明確にせず、半導体産業を奪われたと、お門違いの非難も展開する。再選すれば台湾海峡を波立たし、本誌、もしとら特集より、中国政府によれば、米大統領選で、ドナルド・トランプが再選された場合、アメリカは台湾を見捨てる可能性があるらしい。アメリカは常に、アメリカ第一主義を追求している。台湾は、将棋の駒から、捨て駒にいつでも変わり得ると、中国政府で台湾政策を担当する、国務院、台湾人弁公室の陳金浦報道官は1月末に述べた。これは昨年7月、トランプが経済専門ケーブルテレビ局 FOX ビジネスのインタビューで台湾が半導体産業を独占していると批判するとともに台湾防衛への積極姿勢を見せなかった件についてコメントを求められて答えたものだ。問題のインタビューでトランプは台湾が中国による侵略の対象となる地政学的リスクについて問われ、かつてアメリカは自分たちの半導体を自分たちで作ってきた。だが今や
半導体の 90% は台湾製だと語った。台湾はアメリカのビジネスを奪い去った。我々は連中を止めるべきだった。税金をかけるべきだった。関税をかけるべきだった。そしてトランプは、その有事の際に台湾を守るかどうかという質問に答えてしまうと、交渉における私の立場は非常に悪くなるだろうと述べた。有事を回避するためのアメリカと台湾、中国の間の駆け引きがいかに複雑かは分かっているらしい。だが、半導体産業の問題と安直に結びつけて語ったことには批判も出た。トランプ前大統領の発言は中国政府を喜ばせるだけだと戦略国際問題研究所の中国専門家ブライアン・ハートは本誌に語った。中国側はアメリカの信頼性に対する疑念を台湾の大衆に広げる手段として SNS などを使ってきた。中国政府は台湾は中国の一部だと主張し、1月の台湾総統選挙を平和か戦争かの選択と位置づけていた。だが勝利したのは中国と距離を置く民進党の頼清徳。総統選が直接選挙になって以降、同じ政党が3期連続で政権を担うのはこれが初めてだ。2024年、中国による台湾侵攻はあるか。中国の行動を予測する2つのポイント。中国大陸と香港では、獰猛な虎となる中国だが、台湾との関係では、力を行使できていない。軍事力、経済力ともに、巨大化する中国が、台湾併合に踏み切る条件は、どの程度整っているのか。今年中国は、1949年に、共産党政権が誕生して以来、最も強力に台湾併合に向けて動くだろう。習近平体制の中国は空前の経済力と軍事力を要し、台湾併合という夢の実現に歴史上最も近づいている。しかし、習も気づいているように、歴史上最も近いことと、あと一歩はイコールではない。中国経済は根深い不安材料を抱えていて、軍の部隊や上層部の実力も疑わしい。コロナ禍への対応をめぐり、州に対する国民の支持も大きく落ち込んでいる。そして、西側諸国の間では、中国による台湾への軍事攻撃は容認できないというコンセンサスが新たに形成されている。もしそのような行動に出れば、中国にとって深刻な結果を招きかねないとメッセージが発せられているのだ。こうした点を考えると、今後の中国の行動に関して指摘できる重要な点が2つある。第一に、中国は台湾侵攻を無期限に先延ばしせざるを得ない可能性が極めて高く、差し当たりは平和的な浸透工作による統一を目指すしかない。第二は、中国が台湾を攻撃するとしても、その判断は自国の体制と国際社会の反応によって決まる。台湾でどの政党が与党になるのかも含めて、それ以外の要素はほとんど関係ない。この点は、香港の経験を見ればよくわかる。香港の民主派勢力の多数派は長年独立を主張しなければ厳しい弾圧はないと考えていた。ところが実際にはそうした勢力も独立を主張していた勢力と同じように迫害を受けることになった。要するに中国にとって台湾侵攻に踏み切れる条件が整えば台湾の与党がどの政党かに関係なく中国は侵攻する。侵攻できる条件が整わなければ侵攻はしない。現状では中国は数々の問題を抱えていて台湾を侵攻できる状態にないのだ。
これまで中国の脅威は常に誇張されてきた。台湾で独立志向の強い民主進歩党が政権を握ると、中国は厳しい言葉を浴びせ、通商政策で圧力をかけ、台湾周辺で軍事演習を行い、台湾を外交的に孤立させようとするなど、攻勢を強める。だが、それ以上のことはできていない。中国は、民進党政権の台湾に大きな打撃を与えることも、それとは逆の立場を取る中国国民党政権の台湾に大きな恩恵を与えることもできていない。台湾経済は、国民党の馬英九前総統の時代より、民進党の蔡英文の総統就任以降の方が明らかに堅調だ。そう、強大な中国も全能の存在ではないのである。中台の力関係はより拮抗。中国は戦争の脅しをちらつかせていたが、今回、米政府の姿勢は全く揺らがなかった。国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官も中国に対して総統選に干渉しないよう直ちに警告した。かの戦術は荒組に終わり台湾独立をめぐってアメリカと台湾が期せずして足並みを揃える形になった。これは中国経済が絶好調に見えていたクリントン政権、ブッシュ政権、オバマ政権の時代には到底考えられなかったことである。一方国民党が政権を奪取しても中国共産党とは距離を置き選挙期間中よりもアメリカに接近する可能性が高い。国民党の幹部たちは昔から個人資産をアメリカに置いている場合も多い。台湾は誇示していないだけで着々と力を蓄えてきた。ジェット戦闘機や潜水艦の開発を進め、北京や上海を攻撃できるミサイルも密かに配備している。先端半導体で世界の市場をほぼ独占していることも、台湾にとって強力な武器になり得る。対照的に中国は OOC 脅しをかけてはいるが、その中には親身にかける。オーストラリア産のワインに、高い関税をかけたり、日本へのレアアース輸出を停止したりといった戦術は、効果を発揮していないように見える。